んだってばよ。あれを見てみろ。敵の出現パターンと動きを探っていたんだが、どうやらこの奥がアジトの中枢部らしい。本当か？だったら早いとこ突入しようぜ。そうだな。だがここはできるだけ慎重に進むんだ。ここから先は後戻りができないかもしれないぞ。何が起きてもいいように準備を整えておけ。おう、了解だってばよ。ネズミだ。どこにも逃げられやしない。バカめ、わしが逃げる必要などどこにある。あと一人分のチャクラを念珠に注ぎ込めば究極の空通復活の準備は全て整うのだぞ。話が違うな。究極の空通は五大国と交渉するカードに使うんじゃないのか。ガンドウから聞いたのか。そんなものは奴のような俗物を納得させるための方便に過ぎぬ。わしの真の目的は、目的。わしは一体何の目的で究極の苦物を。何ごちゃごちゃ言ってんだってばよ。待て、ナルト、少し様子がおかしい。目的、そんなものは必要ない。復活を邪魔するものは全て排除する。さくらはただじゃ済まないってわけ。
さ、カカシ先生、究極の傀儡ってさ、念珠がチャクラを吸ったらすぐ復活しちまうのか。いや、封印を解くためにはそれなりの手順が必要だ。おそらく奴は封印を解除する特別な術を心得てるんだ。そうか、それなら大丈夫だ。おい、クソジジイ、さくらちゃんを離せ。その代わり俺のチャクラをくれてやら。ん、何だと。あると、お前、俺にはキュービのチャクラがあるんだ。ちょっとぐらい吸い取られたってどうってことねえってばよ。カカシ先生は隙を見てあいつをぶっ飛ばしてくれよな。こっちに来い、小僧。貴様の申し出受けてやる。以前戦った時からチャクラ量の多いやつだと思っていたのだ。貴様ならこの小娘より効率的にチャクラを吸い取れるだろう。どうした、早く来い。命が惜しくなったか。俺は火影になるまで絶対死なねってばよ。気がついたか。あまり無理はするな。あ、カカシ先生、ひょっとして届いたんですか、私のミッション。アジトの場所が分かったのはお前のおかげだ。よかった。な、何。ナルト。おお、予想以上に凄まじいチャクラだ。これならあっという間に復活の準備が整うぞ。わかった。カカシ先生、一体どうなってるんですか。詳しい話は後だ。奴はじきにあのからくりから離れる。そしたらさくら、お前はナルトを助ける。かなり消耗してるはずだから、すぐ手当てしてやれ。先生は。俺は奴をやる。いいぞ。